角田桂岳は、日本の牧師、神学者、日本キリスト荒長教会牧師、プリンストン神学校に留学時代に、ジョン・グレッサム・メイ・チェンの薫陶を受ける。さらに、ハーバード大学に留学して帰国して、日本キリスト教会仙台荒長教会の牧師になる。また、牧会をしながら、東北学院で教鞭をとっていたが、リベラルの教師により追放された。角田の免職に反対する学生の間で、ストライキが起こった。また、角田と親しかった山川平三郎は角田を支えるためのカンパに協力した。1944年仙台市の北四番町教会の小林亀太郎牧師が死去すると、アメリカドイツ改革派教会によって設立された3つの教会が合同し、仙台北四番町教会を設立する。角田は初代牧師に就任するが、直後に急死する。角田の死後、渡辺康平が後任の伝道師に就任する。キリスト教とは何ぞや1933年日本の教会にメイ・チェンを紹介して、1930年代からの改革派神学運動に影響を与えた日本の保守的なカルバン主義の先駆者であったと言われている。知られざる命の思想家、荒井陽水を読み解く荒井陽水先生記念会、吉岡茂、日本キリスト教歴史大辞典795ページ、岡田実著作集、私の神学的自叙伝命の言葉社、日本キリスト改革派教会史途上にある教会、日本キリスト改革派教会歴史資料、編纂委員会。ありがとうございます。